皆さんこんにちは。こんにちは。ちは前衆議院議員の高木博久です。えー、これからチャンネル北海道のキャスターを務めさせて、えー、いただきます。えー、私はあの気水の土産子ですけれども、えー、今年は、まあ、北海道が北海道と命名されてから150年。 まさにあの節目の年であ例えのこの150年間でこの北海道が何を得たのかそしてこれからの50年北海道を200年に向けてどのように北海道を発展させて切り開いていくか、まあ、そうした視点でこれからいろんなことを語っていきたいと思います。 小島さんはいかかがですか、はいえー、私は、えー、高木さんがおっしゃってくださったことをきちんと自分なりにあの生活レベルで理解をしてこのような感じになりましたとこっちの、うん、この場をお借りしてあの皆さんにご報告というかこんな感じでしたっていうふうにお伝えをして皆さんと一緒に考えていきたいなと思っております。よろししくお願いいたします先日あの、うん 大変、えーまあ嬉しいニュースといいますかね訪日外国人がこの1月4月観光庁の発表で、えー、過去最速で1,000万人を超えましたあの安倍政権第2次安倍政権ができる前はわずか800万人程度だったんですけれども昨年は2800万人と3倍以上に えー、増えたわけで、えー、今年は3,000万もこれはもうすごいですね、はい、そんなに増えたいですねさらにですね,すねあの政府として2020年に4,000万人を目指してますから、はい、オリンピックのちょうど、はい、これも、はい、まさにあの達成可能な、はい、あ数字になってきましたでこの北海道はねまさにあの観光立国といいますか、うん あ今北海道も訪日外国人の数急速に、えー、増えてます、まあ、ここ札幌も、まあ、いろんなあの課題があございます、まあ、ど,こどこの都市もそうなんですけどね人口減少社会に向けてどうやってまち、えー、づくりを進めていくかこういう交流人口も増えてきますし、えー、そんな中でね新幹線 あの北海道新幹線の札幌延伸、はいえー、2030年に、えー、控えていますけれども今札幌はあの冬季オリンピックをね1972年に開催された冬季オリンピック再度誘致しようということでね当初ですね<っ>2026年ってまだこれは正式には決まってないんですけど、はいはいね、これを2030年という話が出てますけれども、はい、あまあ2030年ということであれば、はい、その。 えー、新幹線の札幌延伸をねもう1年ちょっと前倒ししないと間に合わないんですけどだからそれを含めてですね、えーえー、じゃあまた課題が増えた感じになりますけれども、まね、づくりを進めていいいかななきゃ、はい、あけうです、ね、まああの北海道は本当にあにポテンシャルっていうかね、うん、大きな潜在力、はい、あの食の面でもそうですしエネルギーの面でもそうですしね それから科学技術の,メ、はい、あの今あの自動運転がね、えー、非常にあの世界が競って開発しようとしてますけれども、はい、自動運転のお研究拠点をこれ北海道に持ってこようということでね胴上<あ>げて、えー、取り組んでいるところですから。はい、じゃあぴったりですね夏も冬もそのどちらも実験できますもんね。 降っている状況でね、はい、自動運転技術がどのように展開できるかということも非常に重要な、はい、あ視点ですので、ねはいえー、そういう意味で、科学技術もです、ね、北海道はまさに、えー、日本の拠点になれるように、はいえー、取り組んでいかなきゃいけないなと思ってます、はい、北海道の可能性をもう存分に引き出して、はいあの、30年、40年、50年と。 北海道200年に向かってあのちょっとずつかもしれませんけれども、ね、頑張ってあのどんな北海道にどんな、はい、地域資源があるのか他の地域と比べて、はいえー、独創性のある優位、はい、性のある地域資源、はい、これはどういうものかをまずはね、はい、あの見つけ出して、はい、そしてそれを産業にどう結びつけていくか。はい そうですね道民がなかなかまず自分たちの,あの土地の力とか魅力っていうのをなかなか知る機会もあんまりないし知ろうともしなかったっていうのが一番大事なのはですね、うんはい、民の意識改革だとその魅力をね最大が発揮するのにどうしたらいいかっていう視点でね。はい、でまず自分たちの 身近なことをしっかりと知っていくということがまず一歩目だと思います、ねはい、そしてそれをおまああの産業化を戦略的に進める上でいろんな課題が当然ありますから、はい、その課題をいかに解決していくか、うん、それにはまあ行政それから大学、はいえー、政治も含めてですねしっかり連携してやっていかなければいけないと思ってます。はい、はい ぜひその情報いろいろと教えてください、はい、ありがとうございますありがとうございました